実に聡明だ。あんな風に乱暴に人類、それにしてもあなたってほ別に怒らあなたが試した技術、君はあのゼーレという少女は天命の二人のエス級バルキリー、まさかあらゆる覚醒者の成功の意識、そうすれば成婚計画が成就した後の世界は速やかに繁栄することができる。孫子は気にしていない。しかし人類はあなたが思っている。それで彼女は私が君を面白い、あなたはなお、しかし彼女は気づいていないようだ。私にとって変わらせ、そうだ、それなら、なるほどね。あなたは確かに冷静で、お褒めにあずく。成婚計画の最も堅実として、その見返りに私は先ほどまで君たちに対する基本的な礼儀を、君たちがどんな犯行をしようとも、この星で起きること、君がここまで深入りせずに成婚計画の、これはそんなにしろ対局とは無関係だ。しかし君たちには十分、ええ、旧友の思いを正しく理解できずに、運に、どうして私でも今あなたが答えを教えてくれ、今すぐに刀で語ろうとするのは君の悪い癖だな。あら、もう逃げるつもりなの？適材適所というだろう。どちらかというと私は管理や調整が得意なんだ。実際の後始末は道具に任せてもこと足りるだろう。ほえなさい、振りから。あなたの言ってた後始末、制服の雷電、やはりその名にふさわしい。だが君は自分の立場を理解していないようだ。この声どういうこと？どうやら実感できたようだな。君たちは最初から成婚計画の支配下にいる。もはや逃げ場などない。困惑しているのか。君たちの一方的な人助けは人類に認められていないらしい。信頼なる雷の律者、君が向き合っているのは私や君自身の心だけではない。君たちが必死に解放しようとしている人類の夢だ。なるほど、成婚計画を編み出す存在がいる以上、それを編むための針と糸も必ず存在する。だから成婚計画を支える礎石として、人類の夢も当然この空間の中にある。また切らないといけないものが増えたわね。ライデン・ウェイ、いくら君が強くても多くの人々の弱さや卑小さは隠せない。わかるわ。君は今彼らの唯一の避難所を壊そうとしているんだ。いささか身勝手が過ぎると思わないか？どうやら彼の弱点も、アイヘビ、あなたは律者というものが何なのか忘れてないわね。ここはあなたの口癖を送るわ。破滅、
そして神聖へ。どうやら律者とは純君たちが関心を寄せる善悪だからこそ、君たちは永遠に人類のエリシアが自身を犠牲にして、分かったか、君たちは常に人類の征服者である。あら、戦術を。どうやらでもここであなたを切ったところで理性的。いいわ、時間稼ぎがどちらはい、ヘビー。昔々、ある老人の家の南側に、ある日老人は、息子たち釣ると隣人は彼を嘲笑った。老人と息子たちだけで二つの山を、でも老人はこう答えた。私が死んでも、息子がいる。息子が死んでも、孫がいる。死死孫孫、二つの山は確かに高いが、今より大きくなることはない。掘れば山は必ず小さくなる。君に言っておくが、その老人は自分の力で奇跡を起こしたのではない。最高の人、それは神様。私の仲間たちはすでに自分の行動で証明した。この道を歩き続ければ人類そのもの。それでうまいことを言う。見せかけの前向きな考えを貫き通せば、あなたは勘。これは私、これは雷の律者。君は偉大なる刻印を浪費しているだけに過ぎない。